こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットの先生との絆イベントを進めていこうと思います。今回行くのは美術室にいる八朔先生。八朔先生は四天王ということで、ストーリー中も結構いろんなところに出てきてましたよね。四天王戦もそうなんですけど、かなりの感激屋さんということで、どんな感じになるのか楽しみです。では一番最初の1回目から話しかけてみたいと思います。ダイスくんではありませんか。すごい気合が違うよね先生。どうでございましょう、小生の授業は難しいですか。そんなことなかったですよね。ちょうどいいでいいのか、ちょっとだけなのか、どうしようかな。ちょっとだけにしようか。ちょっとだけ難しかったです。もう少し伝え方を工夫しなければですかね。そんなことないんだけどね。何？宝探しの一つにジムを選んでいますでしょ。はい。あとなんか寄ってる。何？あなたはポケモン勝負がお好きなのですね。はい。好きっていうことにしときます。好きこそものの上手なれ。だからお強いのでしょう。あれ、いい絵にしたら何になったんだろう。突然変なことを聞いてすみませんですね。最近強さについて考えることが多くございまして。どういうこと？強さについて。ご意見ありがとうございました。ちょっと仲良くなりました。強さについてってどういう意味だろう。強さについてもう一回話してみますね。続きいけるかな。強さとは何なのでしょうね。あ、移動しないといけないみたいなので、一回こっちに行って美術室以外に一度移動してもう一回戻りましょう。多分2回目も美術室にいるんだと思います。強さについてか。勝負に勝つだけが強さではないとは思いますけど、そういう話、テラスタルのこととかについて八朔先生って教えてくれてたんですよね。あれ、全然違うとこいるんだけど。グラウンドに移動すればよかったですね。しかも先生が2人になっているので、話しかけるときに気をつけないといけません。八朔先生を発見。いいのかな？ギャラドスを見てました？どうもですよ。グラウンドにはたまに来るのです。なぜ？子供たちの元気な姿はいいですね。そういうものです。わかります。どっちがいいのかな。わかりますにしとこうか。わかります。ふむ、なぜだか早熟な意見ですが、やばい。年いってるのがバレる。まあいっか。あなたも子供たちの一人ですよ。八朔様、お話よろしいでしょうか。待って、この人、あのフィールド上のトレーナーさんにドラゴン使いいましたよね。その人ですよね。八朔様、お話よろしいでしょうか。あなたはなぜここに。ちょっと怒ってる。学校には来るなとあれほど言いましたのにね。怒られているよ。我らが一族より優先すべきものはありませんので。え、お話できて嬉しかったですよ。大事な用ができましたので、これにして失礼します。また少し仲良くはなりましたけど、この後この方お説教なんでしょうか。場所を変えましょう。来なさい。怖い。あ、強制的に退去されちゃった。この後の話が聞けない。ちょっと悲しい。じゃ次のところ探していきましょう。どこに行ったんだろう。あ、エントランスに戻ってますね。じゃあエントランス移動します。エントランスに戻ってきました。八朔先生、うわ、いた。すごい分かりやすいところにいてくれるのはいいんですけど、何読んでるんだろう。なんだろう、落ち込んでる。これ落ち込んでますよね。どうしたの先生。ダイス君ではないですか。落ち込んでるわけじゃなかった。考え事をしていました。気づきませんでした。あ、それ考え事だったのか。落ち込んでるのかと思いました。この前グランドではすみませんでしたよ。
気にしてませんと何だっけがある、何でしたっけ、大丈夫です。あなたとお話ししている時に突然去ってしまったことですよ。おう、あの時いらしたドラゴン使いの女性は小生の親戚なのです。親戚の人だったんだ。一族のって言っていらっしゃったから、もしかしたらフィールドにいるドラゴン使いの皆さんはみんな八朔先生の親戚の方なのかもしれない。そういう目線で見るともしかしたらこの眉毛とか似てるのかもしれないので、ちょっと気にしましょう。小生ドラゴンポケモンの使い手の家系なのですよ。子供の頃から一族を率いる長となるべく育てられておりました。だから八朔様なんだね。しかしながら昔反抗期の八朔少年は、え、昔話聞くの、反抗期の八朔少年は音楽で食っていくと家を飛び出しまして、え、待って、音楽で食っていくって言ってるけど今美術の先生ですよね。なんでなんやかんだで美術の先生、そしてリーフ四天王となったのです。そのなんやかんやの修正の仕方と短縮の仕方よ。もうちょっと詳しく聞きたいですよね、このなんやかんやのところ、何があったんだろう。音楽で食っていくぜって出たけど美術の先生になって四天王になったんでしょ、何があったの八朔少年。この前あなたと別れた後、先生を辞めて長を継ぐように親戚から言われてしまいました。急に悲しい音楽流れた。先生辞めるの？どうやら今の長、小生の父の体調があまりよろしくないようで。申し訳ありません、生徒に愚痴を言うなど。お父さん大丈夫かな？教師として失格ですね。そんなことないと、辞めないでがある、どっちがいいかな。そんなことないよ先生、辞めないで先生。その言葉で救われます。どっちでも多分一緒だねきっと。本当にありがとうございますですよ。八朔先生から信頼を感じる。あれ、もう一回、はい、てん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 、あー、すみません、少々考え事をしておりました。すごいずっと考えてるのかな。次のところが多分あるはずなので移動したいと思いますが、ドラゴン使いの一族の長よ、どこへ行こうか。八朔先生を美術室に探しに行きます。え、フィールドにいるドラゴンの人たちってなんかおばちゃん系多かったけど、男の人は確かに私会ってないな。いるんですかねドラゴンの男の人。大輔くんではありませんか。あなたはいつも大事な時にいらっしゃいますね。大事な時何かあるんです？大事な時ですか？実は、うわ、また来た、八朔様お迎えに上がりました。え、また来た、来ましたか。一族の長を継ぐ決意を固められたようですね。え、先生辞めちゃうの？そうですね、小生は決めましたよ。ん、このアカデミーで教師を続けさせていただくことを。おお、なんてことを。一族がどうなってもいいのですか。知りません。ご覧ください、この部屋の芸術たちを。子供たちが生き生きとその感性を伸ばしています。一族の古き血を守っていくことももちろん大事なことです。ですがそれよりも小生は未来に芽吹く才能たちを見届けたい。ぶっちゃけそっちの方が面白そうじゃないですか。いや、完全にこうぶっちゃけてる。お話になりませんね。しかし八朔様のその豪胆さ、やはり竜の意志を継ぐにふさわしい。私は諦めません。何度でもあなたを説得しますよ。来なさい、根比べは得意ですよ。どうせ父の体調が悪いというのも小生を説得するための嘘百百の方便でしょうしね。そうなの？お父さん大丈夫？あ、お父さん大丈夫なんだこの感じは。ではまた。行ってしまった。いやはや恥ずかしいところをお見せしてしまいました。一歩間違えば小生教師を辞して故郷に戻っていたかもしれません。あれ、故郷っていうことは八朔先生は
パルディアのお家の方ではないっていうことですよね、きっと。パルディアだったらだっていつでも帰れますよね、実家にとかっていう話じゃない。故郷ってことは多分違うところにあるってことなんじゃないかな。しかし生徒たちの姿やダイス君の言葉で断る勇気をいただけました。本当に子供たちには感謝してもしきれませんですね。受けた恩には足りませんが、こちらをお納めください。テラピースドラゴンを50個手に入れた。うわすごい。テラスタルドラゴンにこれでいけますね。これからも小生は教師という転職を続けさせていただきますよ。四天王もね、四天王も頑張って先生。ということで八朔先生との絆が芽生えました。もう一回話してみよう。心ゆくまで見学してくださいですよに変わりました。まるでプリン。そういえばここの絵の中でドラゴンってギャラドスぐらいなのかな。ね、なんかそんな感じですよね。はい、ということで八朔先生との絆イベントでした。まさかのドラゴン使いの人が出てくると思いませんでしたが、確かにパルディアにいるドラゴン使いの人たち、姉妹の方とかもいたんですけど同じ格好してましたよね。まさかの長八朔先生ということで、このなんかちょっとちっちゃいマントつけてるのそれかもしれないって思いました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!